名古屋遠征終わりました。終わりました。やったー。たくさんのステッシャーがね、あの一緒に遠征で来てくれたり、名古屋のステッシャーが来てくれたり、本当にありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様。お疲れ様。お疲れ様です。なんかちょっとやばいらしいんですよ。あの風なんだろうね。やび上がり。はい、やび上がり。え、でもね、ほら普通にやばい。ダメだ。おっさんおっさん、あの低い声を平行にずっと言っていればいけるんだけど、こう高い声とかやるとちょっと無理なんだよ。まあいいや。なんかね、最初のさ、あの行きのさ車さ、なんか本当に覚えることとか、そう、背取り考えなきゃとか考えながらだったの。そう、 MC とかも考えなきゃ。そう、浜松のこと触れたいよねみたいな感じになって、もうそのことばっかり考えたりして、もうめっちゃ頭痛かったんですけど、もう全部冷静終わってやっとホッとできました。でもお泊まり楽しかったね。お泊まり楽しかった。いろんな意味で面白かった、うん、そうだね。そう、いろいろあったな。奈々ちゃんが、奈々ちゃんがあんなこと、違う、あれはね、あんなことしたり、あんなことしたり、ねね、違う、こんなことしたり、イッチ以外分かったよ。イッチさん、あの時のねねち激しかったな。あの夜のねねち激しかった。意味が分からない。あの夜、イッチが、イッチが本当に、本当にイッチ分かったの。ねねちさんが乗ってきた。いろいろあったんですけど、いろいろあった。ステッシャーのことも話したり、そう、いろいろ語り明かしたようでした。話した、なんかすごいよねみたいな、なんかすごいよねって。本当に楽しかった遠征でした。また名古屋ね、地元合戦よかったね。地元合戦よかったです。また名古屋と浜松行けるように、ステッシャーもっとビッグになって頑張ります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ。お疲れ。乾杯。乾杯。レッドブル飲みたい。レッドブル事務所で募集中してます。レッドブル宛先はここです。バイバーイ。お願いします。1年分。バイバーイ。欲深い。